女子ツアーの裏でうごめく火種と加根シャープ7。日本女子プロゴルフ協会、小林博美会長、は今、トーナメント主催者との間で主催権返上をめぐって大きなトラブルを抱えている。すでに女子ツアーの半数を超える主催者が協会に、主催権返上は認められないと抗議文を送っており、両者の対立構造は根が深い。中には、ツアーから撤退する、 という強硬姿勢の主催者がいるのも確かだ。その上昨年暮れには、会員である全ての女子プロに送付した一通の文書も大きな騒動をもたらした。暮れも押し迫った12月22日に制定した、所属先の申請に際する同意事項だ。文書には協会が所属先として登録不可とする14項目を挙げている。風俗営業または類似営業を営む企業、団体等、 消費者金融業を営む企業、団体等、政治性のある企業、団体等、宗教性のある企業団体等、競馬、競輪、協定その他社交心をそそる恐れのある企業団体など具体的に列挙。もともと協会はパチンコ、消費者金融、宗教団体などによる大会開催を公認していないのだが協会がツアー競技の主催者として認めていない企業や団体等、 会員である女子プロが所属契約を結ぶのは望まないと小林会長が言い出したからですとツアー関係者は言う文書にはジュガのブランドイメージと適合しないとジュガが判断した企業団体等も入っている要するに明確な基準もなく恣意的に運用される恐れがあるのだこの文書に多くの選手が不安を感じどうすればいいんですかと所属先に問い合わせが殺到 今年になって所属先が変わったプロが何人かいる。女子プロのある所属先は法的にも問題がある。10億円を出しても協会と裁判をする、と言ったとも伝えられる。まともな交渉ができない。女子プロは協会の会員ではあるが、一人一人が個人事業主であり、協会所属ではありません。女子プロは所属先とスポンサー契約を結び、対価、 契約金を手にして転戦費用など活動資金に充てます。もちろん女子プロも契約できる企業家はマネジメント会社と相談しており、違法な企業との接点はありません。第一、協会が女子プロに契約金を払うわけではなく、そもそも女子プロの所属契約に口を挟むことはできないのです。ツアー記者。この件について、あるゴルフジャーナリストが協会に、 どういう経緯で制定したのかと何項目かの質問状を送ったが、いずれも回答を差し控えると開示しなかった。こうした協会の不誠実な対応に多くの関係者が危機感を持っている。今年のツアー開幕に合わせてスタートするはずだったゲームアプリや、主催権返上が当初計画より2年先送りになった事案など、今の協会はメニュー表やタイムスケジュールがどんどん変わる。 いずれも見切り発射の感が否めず、まともな交渉ができない主催者。協会内でも小林会長への不信感が高まっているが、あの人とは対峙したくない、家中の栗を拾いたくないと生還を決め込んでいるのが実情だ。だが、ドジャース大家の活躍で、メディアの女子ゴルフを取り上げるスペースがどんどん減っており、人気選手の海外流出でトーナメントにも陰りが出始めている。 小林会長が無用なトラブルを長引かせて、女子ゴルフに大きな損害を与えることにならなければいい、というのが多くの主催者の願いだ。